皆さんこんにちは。日本の元プロビーチバレーボール選手で、その美貌からビーチの妖精と称され人気を博した浅尾美和さん。高校生まではインドアのバレーボール選手として春高バレーやインターハイに出場し活躍しました。高校卒業後は元バレーボール選手の河合俊一さんにスカウトされる形でビーチバレーに転向し、プロビーチバレーボール選手として2012年まで活動しました。またビーチバレー選手時代は男性から熱狂的な人気がありましたが、所属事務所の社長である河合俊一さんから恋愛禁止令が出されていたことも話題になりました。そんな浅尾さんの生い立ちやバレーボール人生、私生活について紹介します。1986年2月2日に三重県鈴鹿市に生まれました。バレーボール経験者であり高身長であった父親の影響で競技を開始しました。またその美しい顔立ちは母親にであることを明かしています。高校は三重県の強豪校である県立津商業高校に進学して、1年生ながらエースアタッカーのレギュラーとして活躍し、2年連続春高バレーに出場し、インターハイや国体には3年連続で出場し、3年生の時にはキャプテンとしてチームを牽引しました。高校卒業後に浅尾さんに転機が訪れます。全日本代表男子バレーボールのレジェンドである日本ビーチバレー連盟の会長である河合俊一さんからスカウトされる形でビーチバレーに転向するとともに、河合さんが社長を務める K ブロス所属になりました。河合さんは浅尾さんのバレーボール選手としての才能とその美貌で人気が出ると判断したのでしょう。ビーチバレーボール選手と並行してモデル業やタレント活動に取り組み、ファッションモデルやグラビアモデルとして人気を博し、グラビアアイドルとしても活動を始めました。また様々なバラエティ番組に出場し、ゴールデンタイム時の放送には水着で出演することで浅尾さんの知名度および人気は飛躍的に向上し、浅尾さんの出場試合は観客が急増し、浅尾さんを写真撮影しようとする観客も増えました。これらを受けて日本ビーチバレー連盟は浅尾さん以外の選手も含めて選手の写真がネット上や雑誌などに無断掲載されることを防ぎ、肖像権を守ることを目的として2007年度から試合の時の個人撮影を禁止することになりました。一選手のためにこのような措置が取られることで浅尾さんの人気の高さがうかがえますよね。2008年2月からはペアを組んでいた西堀武美さんと共に所属クラブを S1 へ移籍しました。さらに新たなコーチとして2002年釜山アジア大会金メダリストである渡辺聡さんを迎えて北京オリンピック代表を目指して世界各国で奮闘を続けましたが、 FIVB ランキングにおいて上位ペアには遠く及ばず、オリンピック権を勝ち取ることはできませんでした。なお北京オリンピック期間中はタレントとしてテレビ中継番組に出演しました。オリンピック出場の壁は相当高かったのでしょう。しかしタレントとしてテレビ中継番組に出演することで浅尾さんの人気の高さがうかがえますよね。北京オリンピック終了後に浅尾さんに悲劇が起こります。ことの発端は2008年8月から9月にかけて大会の冠スポンサーと CM 出演スポンサーの業種がバッティングするため、身内の急病のためを理由に JBV ツアー第4戦第5戦を欠場したことで、これに対して東京中日スポーツが、親の死に目にも会えない、プロとはそういう覚悟を持って戦う、特殊な人だと思っている、片田舎のビーチまで足を運ぶファンのためにもプロとしての責任を果たすべきではなかったかと浅尾さんの対応に批判をしたことでした。しかし実は8月12日に実の妹が交通事故に遭遇し瀕死の重体になり、一時容体を持ち直したものの9月5日に亡くなっていたことが判明し、逆に東京中日スポーツに妹の死よりもツアーを優先しろとは人間としてひどいと批判するコメントがネットを中心に続出し、結果として東京中日スポーツが謝罪記事を出すことになりました。浅尾さんを叩くことで世間の注目を集めようとした東京中日スポーツでしたが、結果としては
東京中日スポーツのイメージダウンとなるのでした。2009年11月に現状の状態ではロンドンオリンピックの出場は厳しいと判断し、長年ペアを組んでいた西堀武美さんとペアを解消し、12月には日本体育大学出身であり元ユニバーシアード代表にも選出された草野歩美さんと新たにペアを組み、ロンドンオリンピック出場権を目指しました。愛称は浅尾さんの朝と草野さんの草を取って浅草コンビと称されました。しかし浅草ペアは長く続きませんでした。2010年11月に所属事務所のホームページを通じてペアの解散を発表しました。ビーチバレーは個人の能力だけでなくチームワークや連携が必要不可欠なスポーツですので相性が合わなかったのでしょう。2011年度は松山寛子さんとペアを組みましたが、このペアも長続きせず1年で解散し、続く2012年は浦田恵子さんとペアを組むことになりました。しかし同年12月10日に現役引退することを所属事務所を通して発表しました。2013年の4月2日には美容師である7歳年上の堀江俊彦さんという方との結婚を発表しました。そして堀江さんの実家のある岐阜県可児市へ引っ越して専業主婦になりました。堀江さんは実家の美容院ゼロカラットを継いでいるようです。浅尾さんが後のテレビ番組でゲスト出演した際には、高校時代まではバレーボール一筋でビーチバレーの現役時代は男性から人気がありましたが、所属事務所の社長である河合俊一さんから恋愛を禁止されていたため、結婚する27歳まで男性と一度も交際したことがなかったと明かし、驚愕の告白をしています。そんな純粋な恋愛観を語っていた浅尾さんですが、堀江さんとの結婚は略奪婚ではないかとささやかれていたそうです。一体どういうことなのでしょうか。調査したところ、結論としては略奪婚ではないそうです。その噂の出どころは出会い方にあったようです。浅尾さんがある雑誌でモデルを担当した際のヘアメイク担当をしていたのが堀江さんだったそうです。堀江さんはその日浅尾さんを担当するはずだった人物の代わりに急遽担当したそうです。その時に浅尾さんは堀江さんの優しさに惹かれて猛アタックしたことで交際がスタートしました。しかし出会った当初は堀江さんには彼女がおり、その彼女と別れた後に交際をスタートさせたようです。このことが誇張されて略奪婚だと噂されたようです。2014年12月16日には第一子となる長男を出産し、2016年11月27日には第二子となる次男を出産して幸せに暮らしているようです。いかがでしたか。高校まではインドアのバレーボール一筋で、春高バレーやインターハイ、国体に出場して活躍した浅尾美和さん。高校卒業後はバレーボールの才能と美貌を見込まれて、元日本代表である河合俊一さんにスカウトされ、プロビーチバレーボール選手として活躍の傍ら、タレントやモデルとしても人気を博しました。2012年に現役引退し、2013年には美容師である堀江俊彦さんとの結婚を発表しました。堀江さんとの結婚は略奪婚を噂されていたようですが、実際は出会った時に堀江さんに彼女がいたからだと言われています。これからの浅尾さんの活動に大注目です。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。